こんばんは、大島匠です。匠クロージングチャンネルを始めたいと思います。今日のスタイリングなんですけども、 US アーミーのミリタリーシャツを着まして、セントジェームスのウエストン、リーバイスの502を履いたスタイリングになっております。今日は1日家で撮影を行っておりますので、何本かまとめて撮りたいと意気込んでおります。早速今回の本題に入りたいと思います。今回はですね、私が行っておりますインスタグラム9月度ですね、一番いいねが少なかったコーディネートを紹介させていただきたいと思います。言い訳をさせていただきたいと思います。一度行わせていただいたんですが、いろんな方からコメントいただきまして、なかなか面白いぞということをいただきましたので、ちょっと今回も9月度もやってみたいと思います。早速一番いいねが少なかったスタイリングがこちらになります。詳細を簡単に申し上げますと、バーバリーのバケットハットをかぶりまして、グレンフェルハンドクラフトっていうメーカーのパーカー、謎のパーカー、これイングランドの今人気のあるあのグレンフェルクロスを使ったあのグレンフェルではなく、別のグレンフェルっぽいんです。このタグは一応小さいのがついてるんですけども、このどこ製だとかどういうものなのかみたいなのは全然書いていなくて、ちょっといろいろ調べたところ、もしかしたらアメリカにあるなんかグレンフェルみたいなのがあったかなかったかみたいな、もしくは有名なグレンフェルのなんかセカンドラインとして出してたみたいな話があったかなかったかみたいなところで、ちょっとよくわからないんですけども、まあそこのあのラックパーカーですね。で、中にセントジェームスのボーダーを着まして、リーバイスの502、今履いてるデニムですね。で、パラブーツを履いたスタイリングになっております。これがまあいいねが一番少なかったです。個人的には結構好きで、この日はずっと家にいて食事に出かけようというので、奥さんと2人で食事をしに行った時のスタイリングだったような記憶をしているんですけども、部屋着からサクッと何か洋服を着て出かけましたみたいな、こうリアルなそういうスタイルになっております。なので、髪の毛ももう全然ボサボサだったので帽子をかぶってみたいなスタイリングになるんですけども、このコーディネートで私は結構好きなんですけど、まあいいねが少なかった理由っていうのは、まあ、ちょっとよく分かるわし、個人的には分からないんですけど、やっぱりバケットハットかぶると少ないなっていうのはやっぱりありますね。唐突なんでしょうかね、なんで大島っていう風になってるのかもしれないんですけども、まあその辺はちょっと置いておいて、コーディネートのポイントとしては、まずこの502レングスがこれ30なんですけど、やっぱりこう縮んでるので結構短いんですよね。なので以前もパンツの丈のお話を動画でさせていただいたんですが、まあその時にもちょっと触れたんですけども、やっぱりこうパンツの丈が短いものっていうのは基本的にはこうボリュームのある靴、要はこうソールが分厚い靴というか、こう横から見た時のこう厚みのある靴がやっぱりバランスがいいなとやっぱり思っていて、まあこの502とかも含めてパンツ丈が短いものに関してはパラブーツだったりっていう少しこうボリュームのある靴を合わせるようにしています。よく言われるんですけども、こう上から見た時に、自分が上から見た時にボリュームがあるっていうよりも、靴を真横から見た時にこう厚みがある靴っていうところがポイントかなと思っていて、まあそういう靴を合わせたっていうところと、あとはこれはまだちょっとこう自分の中でもぼやっとしたイメージでしかないんですけども、帽子とアウター、まあ一番上に着るものですねを揃えるみたいなところが、なんとなく自分の中で今少しこうぼんやり気になっていて、前回の動画でもお話をしたと思うんですけども、ちょっとこう意図的に合わせるみたいなところを作っていく、これはコメントでもいただいたんですが、なんかこのチャンネルを見ていて、私はよくこうわざとらしいみたいなお話をするので、どうしても違和感を感じたというか、ズコーっていう感じがしましたみたいなことをコメントもいただいたんですが、普段違和感を感じている私だからこそ、こう逆の逆を責められるというか、そういう感覚がなんとなくあって、これとこれは普通合わせないでしょみたいなところをあえて合わせる、でそのさらに逆を行くみたいな感覚で私は捉えてるんですけども、なので普段色を拾っていくみたいなことをわざとらしいと感じている私だからこそ、意図的にこう合わせることっていうのが、普段合わせてる人とはまた違う感覚で合わせることができる
まあ、ちょっとここはなかなかこううまく伝えられないですし、それって結局最終的には一緒じゃんっていうことなんですけども、ただやっぱりそれってなんか違う感じがするんですよね。その普段の感覚とやっぱりちょっと違った見え方に最終的にはなるような気が個人的にしていて、でバケットハットを着り始めた時になんとなくこうぼんやりとバーバリーとかバブアとかバケットハットが存在していて、まあ、まあ今ストリートの人たちもバケットハットかぶったりしてますけども、そういうことではなくて、こう大人の人のバケットハットっていうのはバーバリーだったりバブアだったりのように同じアウターではオイルドクロスのバブアを着てオイルドクロスのバケットハットをかぶる、バーバリーのあの玉虫色のコートを着て同じ色のバケットハットをかぶるっていうのが割とこう大人のバケットハットの使い方だなっていう感じがずっとなんとなくぼんやりしていて、まあそのイメージをちょっと取り入れたのが今回のこのスタイリングになっております。まあ実際はちょっと微妙に色も質感も違うんですけども、なんかそういう見え方をちょっと意図的になんかやってみるのは面白いなっていうふうに感じています。例えばですけどもジャケットを着て中にシャツ着ますよね。そのシャツと帽子が合っているとか、なんかそれがなんとなくこう自分の中でなんかこうどことどこをうまくリンクさせればいいのかみたいなのはちょっとまだぼんやりしていて、なかなかこううまく説明ができないんですけども、そういうスタイリングっていうのをちょっとやってみたいなとなんとなくこう頭の中でずっとあって、それでこう組んだスタイリングがこういう感じになっています。やっぱりこのスタイリングに関してはまあ、なんとなくですけども、まあ、バケットハットのせいなのかな、あとはやっぱりこうシンプルすぎたのかなっていう、あのラックパーカーって割とこうプルオーバーでつるんとした見え方、特にこのモデルはつるんとしてるので、まあ、その見え方が少しこう素っ気なかったというか味気ない感じになってしまったのかなという感じがしていますが、まあ、私自身は別に嫌いじゃないなと思っているスタイリングになります。はい、9月度ですね、まあ、一番いいねが少なかったスタイリングがこちらになりました。まあこのスタイリング自体にはまあかわいそうだなという思いはあるんですけども、まあ私自身は別に何とも思っていないので、また10月度もやってみようかなと考えておりますので、ぜひ楽しみにしていただければなと思っております。それでは、今回の匠クロージングチャンネルを終了させていただきます。どうもありがとうございました。